はい、どうもこんにちは、クレイです。今回はこれもね、ちょっと連続して動画を撮ってるんですけれども、ここ数日生放送を通ってね、めちゃめちゃ質問いただくことについて2本連続で話していきたいと思います。まあ今回ですね、このタイムスリップ第5弾、えげつないぐらい豪華なメンツで、来たわけなんですけれども、果たしてこれを引くべきか、ないしは2017年10月に来ると言われているアニバーサリープレイヤーを引くべきなのかという問題に関してめちゃめちゃ質問をいただくので、ちょっとそれに関して、この動画で僕なりの答えを出したいなと思います。で、まずですね、アニバーサリープレイヤーいつ来るのか、今もう一回言いましたけれども、2017年10月に登場予定と公式の方からの、ね、発表がありましたと。まあその具体的な日にちまで、考えていきたいところなんですけれども、まあ、プロスピ自体のアニバーサリー、要は周年になるタイミング、今年で言ったら2周年目になるタイミングなんですけれども、去年で言うと2016年の10月の11日に、アニバーサリーの第1弾が来ましたと。でそこでランキングイベントがあって、その選手たちを獲得できる、まあ、ガチャも、ね、もちろんありましたけれども、ランキングイベントとガチャでその選手を獲得できるというイベント、ガチャ更新があったわけなんですけれども、今年もおそらくその辺でアニバーサリー第1弾の選手が登場すると予想ができますと。となるとですね、今8月の末なので、アニバーサリーに関してはもう2ヶ月もないぐらいでね、排出がされるんじゃないかなというところが予想できるわけなんですけれども、じゃあ果たしてそのアニバーサリーを引くためにこのタイムスリップを引かないべきか、はたまたアニバーサリー関係なしにこのタイムスリップを引くのかどうかっていうところなんですけれども、まあ、正直言いますと、タイムスリップこの選手たちに関してはスピリッツは2500です。もちろんシリーズ1の選手たちなので、まあ、セレクションでもないですし、もちろん2500で出ているわけなんですが、アニバーサリープレイヤーに関してはもう間違いなく2600のスピリッツで出ると思います。アニバーサリープレイヤーに関してはセレクションと違って、スプリッツに関しては、通常のものと同じになりますので、2600で排出がされますと。じゃあこの100のスピリッツの差の選手たちの違いはありますが、どっちを取るべきなのかと。正直言うと、もうこれは本当に好きな方っていうのがベストになってしまいます。うん、ただですね、そのアニバーサリープレイヤーに関しても能力、まあ、大体予想ができる選手ももちろんいますけれども、もちろんシリーズ2の査定なので、どう変わっていくかっていうところは分からない部分ですね。ですし、まあ、今回のこの TS のラインナップですよね。まあ、30連で1人確定っていう中で、まあ、皆さんがその誰が欲しいのかっていうのは人それぞれあると思いますけれども、まあ、この単純にですよ、単純に能力に A がついてる選手を当たりとして見るのであれば、12分の9、4分の3ですね、4分の3の選手が能力に A がついてるというところとかも含めて、まあ、こんなに当たり選手というか、まあ、強い選手が多い、固まって出てくるセレクションっていうのも間違いなくレアであり、今回このタイムスリップ5弾だからできることだとも思います。うん、アニバーサリー第1弾に関しても、まあ、その要は、まあ、その前回1位2位の投票がありまして、まあ、どんな感じでどんな順番で出てくるのかっていうところは分からないと思うんですよね。まあ、間違いなく筒香選手とか坂本選手、人気選手に関しては分けられると思いますし、1段2段という部分で分けられてしまうと思いますし、まあ、だからそのアニバーサリーに絞ったところで本当に狙いたいその選手が狙えるのかどうか部分は難しいところもございます。ただ前回その去年来た時と同じように考えていくのであれば、アニバーサリープレイヤーが来た時にランキングイベントが来ました。でそこで自チームでアニバーサリープレイヤー選ぶことができました。なので、まあ、このタイムスリップとかと同じ部分でその自分の欲しい選手に関してピックアップで狙うこともできる可能性があるわけですね。まあ、第1弾第2弾どういうラインナップになってランキングが来たのも第1弾だけだったので、まあ、第1弾で出た場合ランキングで狙えた選手を狙える可能性もありますけれども、まあ、その選手が第2弾で来る可能性ももちろんあるわけなので、果たしてアニバーサリーがどんな感じで排出されるのか、去年と同じように排出されるのであれば予想はしやすいですけど、まあ、その予想を、ね、裏切られる可能性ももちろんありますので、まあ、ちょっとこの段階でアニバーサリーがどういう感じで出てくるっていうのを断言するのは難しいですけれども、まあ、最終的な結論を言うのであれば、タイムスリップたちの選手が欲しいのか、現役選手のアニバーサリー、今の選手の成績に対して出ている能力の選手が欲しいのかというところで、どっちがいいのかっていう、まあ、考え、まあ、自分がどっちが欲しいのかっていうところに関して今一応考えてもらって、迷ってる方は引くか引かないかの判断をしてもらうのがいいのかなというところが、僕の答えでございます。うん、まあ、ちょっと具体的な答えになってないと言われたらもうそれまでなんですけれども、まあ、もうそれ以上の答えを出すのがなかなか難しいですよね。まあ、アニバーサリープレイヤーに関してそのもう今年に関してはね、ラインナップがもう決まっているというか、もう発表されている状態ではあるので、まあ、そちらに関しては非常にね親切だなと思うわけなんですけれども、
もう要はその中にね欲しい選手はそんなにいないんだっていうのであれば、もう本当にしばらくシリーズ2、目玉の追加っていうのはなかなかないと思うので、まあ、このタイムスリップ深掘りするっていうのも一つありなのかなと思います。まあ、あとは、まあ、要は自分のチームでどこを目指したいのかっていうところですよね。最強決定戦のお知らせが、まあ、今来てるわけなんですけれども、こちら9月19日からエントリーが開始と、まあ、この最強決定戦で本当に上位に目指したいっていうのであれば、今回のタイムスリップに関しては間違いなく必要になります。まあ、そのシリーズ1皆さんがどこまで取ってるのかっていうところとかチーム状況とかにもよるんで、まあ、その一概には言えないですけれども、今回この、まあ、この TS に関してはシリーズ1の選手だけで見たとして、全体で見たとしてもかなり強い選手、かなり上位に入ってくる選手が多いなというのが印象です。ミートパワー AA の選手が2人かな2人出ていて、でかつ、まあ、この阿部選手に関してもミートパワー AA が狙えるので、まあ、実質3人かなっていうところ、野手で言ったらそんなところもそうですし、まあ、9位型で組んでる方が多い現状で、9位 A 乗ってる選手もかなり多く出ているわけで、まあ、間違いなくチーム強化にもなりますし、まあ、最強決定戦で、ね、上位に入ってくるオーダーに間違いなく入ってくる選手たちになってくると思いますので、まあ、個人的にはこのタイムスリップセレクションに関しては30連回すか、もしくはまあ、ランキングを走って取りに行くのかっていうところは、まあ人それぞれあると思いますが、ランキングを間違いなく激化するのも見えてますし、まあ30連引いてもいいのかなっていうのが、僕が無課金だったらそうするかなっていうのが素直なところです。ただまあガチャなのでね、もちろんその自分の欲しい選手が手に入れられる確率の方が低いと思った方がいいわけですし、まあパーセンテージで言ったら、要はこれ自分が欲しいタイムスリップ選手を引き当てる確率って、まあここですね、約 8.3333% というところで、まあなかなかね大変な確率なわけですよ。 S ランク 10% で10、その S ランクを引く確率よりも低いわけで、まあそれをかけに行くのかどうかっていうところは、まあ人それぞれ違いますし、まあ何人狙いがいるのかっていうところでもね、確率はどんどん高くなったり低くなったりっていうのはあるので、まあそれに関しては本当に最終的な決定はご自分でしていただくのがもちろん一番だと思いますが、まあ僕が無課金でやってたとしても、このラインナップだったら回すかなっていうところが、素直なところですね。ランキングに関してもこのターニングポイントっていうのは、まあパーセンテージですね、この特攻パーセンテージと言われるこのイベントボーナスがかなりガチャ引いてる人とガチャ引いてない人とで差が、まあ、出てしまうのも現状ではあるので、ランキングかなり上位を目指していきたいってなると、まあ、400% ないしは 500% っていうのは必須になってくるので、まあ、その分エナジーも溶けちゃいましたね、低いとっていうところで、まあ、30連スパッと引いてダメなら諦めるぐらいの割り切りも必要なのかなっていうのは少し感じてます。ただアニバーサリープレイヤーが欲しいっていうのであれば、アニバーサリーまでに750エナジー絶対取っておく必要もありますし、そこは本当に難しいですね。まあ、第1弾第2弾どっちも引きたいってなったら1500エナジー必要になるわけで、そうなると、まあ、大体無課金でやってても1ヶ月500から1000エナジー弱ぐらいはもらえるシステムにこのゲームなってると思いますけれども、まあ、その辺はうまく計算してもらって、自分でどんな感じでエナジー使っていくっていうのを、もう1ヶ月2ヶ月先までねしっかり見据えてガチャ引くかどうかを決めるのが一番ベストなのかなと思います。まあ本当に純粋にこのゲームを楽しみたいんであれば、引きたい時に引くっていうのがもうガチャは一番だと思いますが、まあ、ちょっと最近ね、そのこの TS に関して、まあ、めちゃめちゃ豪華なラインナップが来たのでしょうがないんですけれども、まあ、この TS ガチャ引くべきかアニバーサリー待つべきかめちゃめちゃ悩んでますというね、コメントリプライを多くいただいているので、ちょっと今回ねそんな感じで1本動画で、ご説明というか僕の意見を話させていただく動画を撮りましたという感じでございます。まあ、ちょっといろいろ僕の中でもまあ断言ができないですし、本当に難しい問題であるので、まあ、ちょっと話が2点3点というか、まあ、ちょっとね伝わりにくい部分もあったかなと思いますが、まあ、もし僕が無課金でやってたとしても悩むぐらいに、まあ、難しい問題であるので、まあ、本当にこの TS 欲しい、ここで引かなかったら後悔するなと思うぐらいであれば引く、アニバーサリー現役の選手の方が欲しいよって方はアニバーサリープレイヤーを待つっていうのが一番いいんじゃないかなと思いますので、まあそれが答えかな。はい、まあ、そんな感じで今回はね終わりたいと思います。というわけで今回もご視聴いただきありがとうございました。ぜひともねこれからもプロスペースの動画、まあちょっとこういう喋り系というか、まあ、ガチャとかイベントやる動画じゃなくて、まあなんかこう、まあ、引くべきか引かないべきか問題とか、まあちょっといろいろ生放送とかでね多くコメントリクエストいただくような動画に関してはね引き続き
こんな感じで動画を撮って僕の意見言っていければいいのかなと、まあ、共有できればいいのかなという感じで、まあ、ちょっとねプロスペース自体もいい流れで盛り上がってきてるなというのもね非常に感じますし、まあ、ちょっとその一つ大きな要因になれればいいなという感じで、ぜひともこれからもこういう動画も楽しみだよという方、グッドボタン、チャンネル登録していただけると嬉しいです。また次回のプロスペースの動画生放送でお会いいたしましょう。さよなら。